李元翼は、李氏朝鮮の重臣。字は、孔を務む、孔は、青霧里、死亡は、文忠。体操の王子の駅ネイ君、李の四世孫。父は、李奥はじめ。隕石に、陰、巨圧師、李春心などがいる。家系と、少年、青年霧元翼は、王の親族の全州李氏の出自で、皆川都政であった、李奥祭と、 当来停止の司剣府観察停止の娘の次男として出生した。ちなみに王族としての待遇は父代で終わっている。体操の諸子の駅根井君から四世今後にあたる。曽祖,祖父は周泉君、李正恩。祖父は青子君、李氷。また母方の祖先には、遊有なんで清祖半勢を助け、両義性であった金とテーマ様子がいる。また彼は、 背が低かった。1562年に四部学童の一つの東学に入学し、1564年に生意味に合格し、影保によって将棋となり、その後、紳士試みも受け合格した。管理生活リモート翼直筆,筆観察1569年に文下に合格して、翌年勝負院政治となった。 この頃はむやみに人に会うことはせず、公務以外は外に出なかったため彼を知る者はいなかったが、理事、竜成立と知り合う。1573年に、聖金官転席に移動し性説が召喚になり、名への施設に従って、民に使いした。翌年、礼宗サローに選抜され、公会道都寺、軍記寺法官を歴任した。また、公会道都寺の頃、 公会堂観察士であった理事の下で忠実に働いたことで、1576年に理事の推薦で、司会員制限となる。1578年に玉堂に入り、公文たち治む戦となり、その後も公文会公理、司県富士兵、小生印堂を復唱し、1583年に受けたわり生院右副復唱となるが、王子主婦、唐苦上訴事件により辞任。 1587年に、理想三藩県、吉典の推薦で、安州牧師となって、民の暮らしの安定のために尽くした。さらに、慶宗三藩から1591年に、広塚佐県となる。人心和ら1592年に、文録、慶長の役が起こると、理想藩書と、平安道と巡殺士を兼ね、先行して敗れたの地底衆で兵を募った。 正則を加えられ、観察士となって大道公遺勢の地を守る。7月には民から来園した、蘇生君が、小西幸長の守る平壌城を攻撃し、共に、これを攻めるが敗退した。翌1593年1月に、民の総兵官である、李助将の平壌城攻撃に参加して、平壌城を回復した。2月にはこの功績により、高市政大部を加えられた。 1595年、李久志シ福の公認として、右犠牲となり四道と大殺紙を兼ねる。峰南に婦人して、日本軍への対応に当たるとともに、食料調達などの民軍支援を実施した。8月に、後期の乱れを正すために部下を処罰した、全羅道平馬節土士の李福を残言により、各職して、下時計に所し、公認に、僕進むを任じた。 1598年、霧山の戦いで、日本軍を撃退したと評価した李氏朝鮮は、民軍の経理、要忍義の,の功績を本国へ知らせる、陳奏で弁夫子を発見しようとした。しかし、同じ民の主事の帝王大河要忍の,の不正を、残訴する事件が起きており、臨機応変を要求される死者の人選に、領義清流清流を当てる案が浮上した。しかし、これは、 李氏朝鮮内の派閥構想であり、北人派である全領犠牲の李さんかいらが敵対派閥を国政から排除するため陰謀であった。この事態に李元ト翼は自らを死者とすることを申し出て、劉清流の敗撃を防いだ。1600年に左義政と都大殺死に任じられ、1604年に小清志更新二党に列せられ菅ラフイン君となる。一方門下生である、 巨圧氏に孫娘を与えた。また、人心和乱の頃から立春心を評価し、立春心が、劉星流を批判する際にも、唯一指示した。孫娘婿である、巨圧氏公開君時代戦争が死ぬと、劉英慶ら小北派は、永城大決を大いに擁立するが、大北派が公開君を即位させ、公開君によって、両義制となって、大同法を拡大施行したり、 軍事制度を改革して悪性を正そうとした。また、自らも土地一穴あたり十六との米を納税した。だが、臨海君、栄将大君の処刑に反対したため、大北派に目をつけられた。1617年に理事選がハイハハロンを主張すると、記事婚、定休らと共に反対するが、それも虚しく観音度汚染軍に流された。 1619年に釈放された。人祖時代1623年春、人祖犯罪により両義制となった。だが聖人との連立政権はわずか1年ほどで崩壊した。1624年に大北田派49人を処刑することに反対したが、人祖はそれを無視した。また、公開君の処刑についても反対し、大北派に憎悪な感情を抱く人目横行に、 懇願思考会革は死刑を免れた。また、大道法を全国に施行することを提案したが、成人派、南人派の激しい反対を受けて実現しなかった。1627年堤防うろんには、都大殺死を引き受け、王政史を護衛した。ついでに、訓練、都官大将に任命されたが、高齢を理由に辞職した。老後その後致死し、官官道を立て、学問を研究し、 文下生の育成に励んだ。特に、陰、巨圧死などが排出された。1632年1月10日、人祖が、少子、京広市へに里元翼の住む家を調べさせたところ、里元翼は、草家に住んでおり、災害には耐えられないということだった。人祖はこの製品な暮らしに感動し、五軒建ての家より、元翼に可視した。だが里元翼は、 民のことを考え受け取らなかった。ちなみに国王が家を建てさせて歌詞した例は、後期取り元翼だけである。1634年1月29日に死去。87歳であった。人しそびお庭に祀られて検証されている。しごり元翼は聖白里に選ばれ、党派を問わずに政治を行っていたため、南巡以外の党派からも評価され、多くの逸話が伝えられている。 その後も、管理たちの腐敗と戦王が相次ぐが、1658年に、高僧は進化に対しり元翼を見習わせるため、軽気道士教軍に三剣祠らが建てた。その後、中剣祠らに解消され、1676年に、祝層が直に明治手中剣書院に解消させ、玉物学を貸しした。1970年代に元翼の遺影が一時盗難されたが、 盗人たちはそれを指導の中に捨てており、リモトツバサの十三代目の子孫である、四世代学校教授のリノボル系が拾った。リノボル系は、自分の資材を投じてリモトツバサのための博物館の中堅博物館を建てた。子孫に残した遺言、ありがとうございます。